これはですね、仙台のですね、コミュニケーションアート専門学生さんのがですね、夏休み中に、コンクールみたいなことをやって、渡りの地に壁画を描くっていうことで、応募したの中の一つの壁画ですね。また渡りとか荒浜に関係したそういう絵なので、これもっていうことあってですね、この一点選ぶっていうのすごく悩んだ次第です。最終的にはね、2、3点を選んで、その中からもっとこいと決めたような感じで、市中区人っていうとね、全部の店舗とか、町民も含めてありますので、この市中区人に決まったっていうのはそういうことじゃないかと思うんですね。原案はこういった形になる予定になってますね。全部で3棟を利用して、この棟は七福神の3体ですね。あとは他の2棟にとってはこういった形の内容に、要するに絵も全部続くような形をとってます。これはですね、先週の6日7日同日にわたってですね、下が地から始めまして、あと次の日は色塗りっていう形、こういった壁画を描くっていうのはやっぱり初めてらしくて、若干手間取ってはいたんですけども、実際ね、下がちをしてから色を土始めたらもう喜んでね、ここの道路を通る人たちがね、やっぱり声かけてくれましてね、頑張れよとかさ、ああ綺麗になったね、もう少しだねとかってね、声かけたのが一番この嬉しかったですね。看板だけでもすごくね、クローズアップしたんで、またこのところにこのカラフルな、ね、絵を描いてもらったってことはもう最高のありがたみですね。ありがたいですね。本当商店街っていうとね、本当にこの殺風景なね、白灰色のような形で何にもなかったんですけども、こういった形でまたね、商店街またはね、の方に一人でも二人でもお客さんが見えてくれれば、私は嬉しいんじゃないかと思います。活気づいてくれれば最高ですね。